というわけで本日はこちら野方駅から徒歩2、3分日奈作堂さんにやってまいりました。いやー、梅雨明けてからというもの、関東地方連日の猛暑で、こんな暑い時期食べたいスイーツといえばかき氷ですよね。私かき氷大好きなんですけれども、どうせ食べるなら映えたいですよね。そんな中、インスタ映え間違いなしの天然氷でいただけるかき氷があるということなんですけれども、果たしてどんなかき氷なんでしょうか。それで今日も見てか。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、かき氷のレビューなんてこのチャンネルでは初めてだろうななんて思ってたら、以前ハイジさんと言ってたとかどうでもよくてですね、こちらの日奈作堂さん、普段はねお団子だとか甘味を提供してらっしゃるお店なんですけれども、夏季限定でかき氷をやってらっしゃるということで、店内はですね量を求めるお客さんで盛り上がってましたね。そして野方といえば、私こちらの笑い地蔵さん、勝手にパワースポットだと思ってますんで載せておきます。それでは現場の竹中さん、ほいほーい、こちら現場の俺が竹中だ。はい、というわけでこちらが日奈作堂さんの白熊です。しょうか、クマちゃんかわいい、もう食べるのもったいないといった感じですけれどもね、思わず笑っちゃいますね。それでは早速いただきましょう。こちらですよ、ミルクをたっぷりかけての、うわ、すげえ、ほんとにふわふわな、口に入れた瞬間ね、スッと溶けてっちゃうんで、氷っていう感覚しないですね。ふわふわの綿あめが冷たいみたいな、そんな感覚ですね。おいしい。はい、それではこちら耳の部分、みかんの缶詰独特のね、ちょっとシロップの効いた甘さが爽やかな、あっさりめの氷とよく合ってますね。はい、それではこちら鼻の部分はね、バニラアイスということなんですけど、アイスクリームいただきますね。アイスが濃厚でね、アイスと氷の境目のザクザクとした食感の甘い部分はね、めちゃめちゃうまいですね。はい、それではそこに残った蜜豆の部分に黒蜜をかけていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか、かき氷と蜜豆ね、2種類の甘味がいただけるっていうのはありがたいですよね。甘ったるいだけの黒蜜っていうんじゃなくてね、なんかコクがあって美味しいですね。寒天自体にもね味がついてるんで、いや美味しいですね。あまりにも寒天美味しくて忘れてましたけど、このね、あずき白玉、これ絶対三つ豆に入れるやつでしたね。視界には入ってたんですけど、別物として捉えてましたね。これ絶対一緒に食べたら美味しかったやつですね。さすがお団子屋さんといった感じで、このお団子もふわふわでトロトロで美味しいですね。というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきま
ましたけれども、いや美味しかったですね。特にアイスとかき氷の間のちょっと溶けたもうザクザクしたところ、いやあの部分がたまんなかったですね。というわけで、見た目に可愛い、食べて美味しい、そういった白くまででしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからビヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら日奈作不動産よりお送りいたしました。ご視聴いただきまして、あらしゃー。バイ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